皆さんこんにちは伊藤塾講師の藤田です今回こちらですねはい、行政書士試験対策合格ゼミとはということで、まあ、今回ですねこの行政書士試験対策で合格ゼミですねそういったものを実施するんですけれどもその中身をですね私の方で皆さんにお届けしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはいそれでは早速中身に入っていきましょう まずです、ね、合格ゼミなんですけれどもこちらですね、まあ、簡単に形式面からお話ししていくと、まあ、回数としては全8回なんですね内訳としては民法3回行政法3回、まあ、総合会が2回あるという形ですなのでまあ大体月に1回ぐらいですかねこのゼミが実施されるということですで次丸にですね1回のゼミとしてはですね一応3時間時間を設けています で、この内訳が、まあ、ゼミ自体が2時間なんですね。で、2時間のゼミが終わった後に、まあ、質問会の時間をですね、1時間設けています。まあ、この趣旨としてはですね、やっぱりこのゼミというのは、ただあの受けるだけだと、やっぱなかなかですね、その効果を実感しにくいんですよね。ゼミを受講した後に、しっかりと自分の中で消化する、落とし込む時間が必要なので、まあ、この質問会の時間ですね、これを1時間設けているという形です。で、最後ですね、この丸3。 まあ、少人数制で質疑応答形式で進めていきますよということですね、まあ、もちろんこれはゼミなので質疑応答形式というのは、まあ、あ言葉としては分かりやすいかなと思います、まあ、私たちですね講師陣がですね皆さんの方に質問をして、まあ、皆さんに答えていただくという形ですねで少人数制というのは、まあ、大体15名から最大20名程度ですねの少人数制で行っていくので、まあ、きめ細やかな 学習ですね、それができるというところがメリットだというところですね。で、この括弧の中に通学とオンラインというのがあるんですけれども、まあ、通学ですね、実際にこの伊藤塾のまあ校舎ですとか、あとあ、井上先生は大阪の方であで通っていただいて、貸、え、し、ー、会議室ですね、通っていただいて、そこで実際に受けていただくというのと、あとは、ズームでのオンラインですね、それで受講していただくことは可能だということですね。 で基本的にゼミなのでやっぱりまあ実際にあの出席して、えー、いただかないとやっぱりこれまたちょっと効果がですねなかなか実感しにくいので原則として出席していただきたいんですけれども、まあ、やっぱりどうしてもあの来れない時とかあると思うんですよね。まあ、そういった時のために一応まあその欠席フォロー制度ですね、まあ、あのゼミやっているものをですねあの収録しているので、まあ、それをですねあの後日見ていただくことも可能だということです。 あとですね、この合格ゼミなんですけど、この対象コースですね。要するに対象講座ですよ。まあ今皆さんがですね、令和6年度合格目標として受講されている講座であればですね、まあほとんど打倒しているんですけれども、まあスタンダードコース、一括配信コースですね。で、この一括配信コースというのは、一括配信コースプラスですね。これを受講されている方も含まれています。で、あとですね、この 下線引いている部分ですね中級アドバンスコースと上級コースなんですけれどもこれなぜ強調しているかというとあのこの中級アドバンスコースとか上級コースですね受講されている方の中でこの合格ゼミをですねあの、まあ、申し込んでいいのかということですねそういったあの、まあ、ご質問というかお問い合わせですねこれがあの多く寄せられているのであえて下線にしているんですね。 あのこの中級アドバンスコースや上級コースを受講されている方であっても、もう問題なくこの合格ゼミをですね、受講していただくことは可能なので、もしご興味がある方はですね、あの検討していただければと思います。それでですね、この合格ゼミの位置づけなんですけれども、 やっぱりこのゼミですよね。今皆さん講義を受講していると思うんですけれども、それ以外にゼミを取って負担じゃないのかなということをですね、やっぱり不安になる方が多いと思うんですよ。ということでこの位置づけをちょっとお伝えしたいんですけど、この合格ゼミの位置づけとしてはですね、まずはこちらですよね。強制的な復習の機会になるんだということをですね。 やっぱり皆ささん今受講講講れている講座の講義ですよねこれがまあメインとなっていくうー今後の学習の核となっていくとは間違いないわけですよ。ただ講義をやっぱり受講しているだけではですねその効果というのはなかなか得られにくいとやっぱりしっかりと復習をしていく必要があるわけですよね。ただやっぱりその復習というのがですね私もあの受験生時代にすごく経験があるんですけどなかなか自分だとその復習がですねどうしても後回しになってしまったり あとは自分がやってる復習の方法がこれ正しいのかなとかそういったところが不安になってきてしまうんですよねなのでそういう部分ですよねもうこのゼミを受講していただくことによって日々皆さんが受講している講座あこれのですねもう強制的な復習の機会になるんだということですねでしかももちろんこれゼミはあの講師が担当しているのでその復習の方向性として間違った方向性にはいかないというところですよね なので、このゼミを受講していただくというのは、あの、やるべきことが増えるというよりもですね、皆さんがやらなければいけない復習を講師と一緒にやっていきましょうという方向性なんですね。まあ、そういった形で押さえていただければと思います。で、実際にですね、やっぱりゼミを受講していただいて、こちらですね、この合格への正しい学習方法を確立する、まあ、身につけていただくというところがですね、大きな目的なわけですよね。 やっぱりただ勉強していれば試験に合格するというわけではないので正しい方向性で勉強していくということが必要なのでその方向性をですね、まあ、我々講師陣と一緒に確認しつつ、うん、進めていただければと思います、まあ、あの実際ですね今あの結構お伝えしてますけれども、まあ、抽象的ですよねあのなんていうのかな、まあ、聞いているとなんとなく分かったような気になるかもしれないんですけれども、まあ、かなり抽象的だと思うんですねということで ちょっと今からですね、あの実際のゼミをですね、皆さんにも少し体験していただこうというところで、あのまあ伊藤塾の講師陣とですね、あのスタッフの方にちょっと協力していただいて、あのゼミの動画ですね、実際にゼミってこういうふうに流れていくんですよということをですね、動画で収録したので、それをですね、ちょっとこちらでご覧いただければと思います。実際に全部体験してみようということですね。はい。 では今からちょっと動画流していくのでそちらで確認していただければと思いますどうぞはいではそれではですね実際のゼミですねやっていきましょう皆さんよろしくお願いいたしますはいでこの合格ゼミなんですけれどもあの実際の過去問ですね実際本試験で出題された択一式とか記述式の過去問ですねこれを題材として扱っていって で,で皆さんと一緒にですね思考過程ですね確認していくことによってですね本試験対策をしていくというところですそれではですね早速問題ですね見ていきましょうこちらの問題ですね令和元年度ののの問題30の記述の絵ですで少しあのお時間設けるのでちょっと考えていただけますかね はいでは、そろそろよろしいでしょうか、では今の問題ですね、一緒に考えていきたいんですけれども、まずですね、あの法律の問題ですね、法律の問題を考えていく上でで、すねこの思考手順ですね、まあ、特に民法でこの思考手順、すごく大事なんですけど、これに沿ってですね、基本的には考えていくと、あの本試験においてもですね、あの知らない問題が出てきたときに解けるというところですね。 まあ一つ一つ確認していくとまずは1でテーマの確定ですね、えー、まあその問題において何が問題となっているのかということをですねしっかりと把握するということですねでこのテーマを確定したら丸にですね問題となる条文、まあ、これの要件ですねこれを想起していただくということです、まあ、テーマが分かればですねそのテーマに関係する条文ですよねこれを思い出していただくと、まあ、具体的にはその条文の要件ですよね 最初は、あの、なかなか、あの、なんていうか、空で思い出すの難しいと思うので、テキスト見ながらとかでも構わないんですけれども、いずれにせよですね、この問題となる条文の早期をしていただくと。あ、ごめんなさいね。で、この丸三ですね。問題文の事実を要件に当てはめるということですね。具体的な事実をこの要件に当てはめていくわけですね。で、丸四ですね。これ結論を出していくということです。よろしいでしょうかね。今ちょっと出しちゃいましたけど、 この丸二から丸四ですね。この丸二丸三丸四を、いわゆる法的三段論法と呼んでいくわけですね。この法的三段論法という言葉自体はですね、あまり重要ではないんですけれども、この流れですよね。この思考手順に沿って問題を考えていく、回答を導き出していくというのは非常に重要なので、ここの部分をですね、常に意識しつつ、学習を進めていただきたいと思います。ということでですね、 まあ今回の問題ですよね今回の問題のそもそもテーマが何なのかというところなんですがでは早速これ答えていただきましょうかねではどうぞはいあテーマですか、はい、この問題のテーマですねテーマ,テーマ定等権ですかそう確かに低、まあ、等権ですよね、まあ、大きく言うと低等権なのであってはいるんですけどもうちょっと範囲を狭めてほしいんですけどどうでしょうか どうぞお願いします、えー、法定地条件がテーマだと思います素晴らしいですね、そう、この問題は、まあ、もちろん定当権の問題でもあるんですけれどももっとあれです、ね、範囲を狭めると法定地条件の問題なんですねじゃあ、これで,です、ね、テーマが確定できましたよね、法定地条件。 ただこのそもそもこの法定地条件って何ぞやというところですね、結構やっぱりこの法定地条件は苦手意識を持たれている方が多いので、まあ、そもそもこの法定地条件って何ぞやというところをですね、ちょっと確認していきたいんですけれども、ではですね、ちょっとお答えいただけますかね、法定地条件ってどういうものですかね。えっと、法,法定の地条件。<笑><笑> <laughs> そう、その通りですね、まあ、法定の地条件、法律上、発生する。うん 地条件まあそうですねそう、法律上発生する地条件、その間違ってないですね、間違ってないんですけど、もうちょっとな、なんだろうな、例えば、なんでこの法定地条件がですね、必要なのかっていうことですね、なんでこれ、法定地条件を成立させる必要があるのかというところとか、どうですかね。あなんかあのーうん このまんまだとまずいとかそういうやつですよねあそうそうあの <laughs> 簡単に言うとそうこのままだとまずいっていうところなんですよねちょっとそれ以上わかんないですなるほどわかりましたいやでもありがとうございますではですねどうでしょうかねほかに今の部分答えられそうなどうでしょうかはいうんこのまんまだとまずいうんそうこのままだとまずいもうちょっとだけ詳しくそこの部分、ね、説明できますかね 何がこのまんま,このま,んまだとなんか建物がなくなっちゃうんじゃないのっていう話を講義で聞いた気はしますうんうそうですねそう建物がなくなってしまうそういったそう一面もありますよね他にどうですかねどうでしょう,うその所有者がやっぱり定当計実行されると、うん 変わっちゃう,のでうんうん,、うん、なんかそこでやっぱりうんやっぱ法定地条件が必要になるんじゃないでしょうかそうですね今お答えいただいたようにそう定当権が実行された場合のその不都合性ですよねそういったものをまあ何とかするための制度が法定地条件なんですねというのはまああとでちょっとあの要件確認していきますけど やっぱりあの法律上、自分の土地ですよね、自分の土地を借りる権利というものはです、ね、設定できないわけですよ。だから、あの最初にあの自分の土地の上にです、ね、自分の建物を建てるのはいいんですけど、抵等権が実行されて、競売にかけられて、その土地と建物の所有者ですよね、これがああ変わってしまうということになってしまうと、その建物を買い受けた人が、ですねその土地の所有者から、もう出て行ってくれというふうに言われちゃうわけですよね。そううなっちゃうとその 定当権設定されたものですね、競売にかけられて、そ買い受ける人がいなくなっちゃうっていう不都合性があるんですよね、まあ、そういったものを解消するために、この定当権、定当権、ごめんなさい、法定地条権ですね、法定地条権というものがあるということですね、いかがでしょうか、どうでしょうか、あなんかやった気がします、あれですよね、あの土地買った人があのなんだっけた、建物を邪魔だからどかしてくれって言えちゃうじゃんって、あのあの話そうです、そうです。 あのそうです土地と建物の所有者が異なってしまうとその自分の土地の上に他の人の建物が建っていたら土地の所有者は建物をどかせっていうことは言えちゃうわけですよねそういう不都合性がまあ生じちゃうっていうことですねああ思い出しました、はい、大丈夫そうですか、ね、A ランクって言われてました <laughs> そうそうここは本当に A ランクですねその通りなんですよということでですね、まあ、法定地条件でそもそも何ぞやっていうことが分かったかと思うのであの 具体的なこの要件ですよね、まあ、問題を解いていくための要件が必要なので、それをちょっと伺っていきたいんですけれども、まあ、法定地条件ですね、388条に規定があるんですが、どうでしょうか、この法定地条件の要件、大きくまあ4つありますけど、ちょっとお答えいただけますかね。はい、4つ、はい、4つ、1つ目が、はい、建物が。うん あること建物を保護するための権利なのでうん、うん、そうですねその土地上に建物が存在するということですねはい2つ目、うん、ちなみに今その土地上に建物が存在するっていうことをお答えいただきましたけど、はい、それいつの時点でその土地の上に建物があればいいんですかねああ建物ただあればいいわけじゃないですよねやりました講義でそうこの、はい、どこの時点なのかってことがすごく重要なんですよね平等権うん 平等権の設定時ででしたか、うん、そ,うその通りすすねね素晴らい権設定時に土地上に建物が存在しているということですね、そしたらじゃあ、2つ目の要件は、お隣の方に答えていただきましょう、はいえー、土地と建物が同一の所有者に属することだとだ思います、はい、そうですね、その土地と建物が、まあ、土地上に建物が存在していて、その土地と建物の所有者が同一ということですよね。 でこれもいつの時点なのかということですよね、いつの時点で同一であればいいのか、あどうぞ、そのまま、えー、定等権設定時でしょうかそうですね、素晴らしいです、定等権設定時に土地と建物の所有者が同一に帰属しているというところですね、これがまあ2つ目の要件ですね、残りの要件、どうでしょうか、あと2つ。2> あなんで、えーっとはい 土地とかに定等権が設定されて、競、うんうん、売、うん、で、この土地と建物の所有者が違う人になりました、その通りですね、素晴らしいです、その通りです、ちょっと今、お答えいただいたところも含めてです、ね、ちょっと一緒に確認していきたいんですけれども、ま,あ、まずあの法定地要件ですよね、388条にありますよね。 で、これらをですね、ちょっと要件で分けていくとですね、まず一つ目、定等権設定時に土地上に建物が存在しているということですね。で、同じように定等権設定時に、その土地と建物が同一の所有者に属しているということですね。で、あと今お答えいただいたように、土地、建物の一方または双方ですね、に定等権が設定されているということですね。まあ、この丸三は、ある種まあ当たり前ですけどね。で、丸四ですね。 この抵当権の実行いわゆる競売によって土地と建物が異なる所有者に属するに至ったということですねまあ簡単に言えば土地と建物の所有者が違う人になっちゃったってことですねこの要件をあ4つですねえ満たした場合に法定地条件が成立するんですね、まあ、言い方変えればあこの要件を全て満たした時にですね先ほど少しお伝えした不都合性ですよね土地の所有者が建物所有者に対して建物をどかして出ていけって言えちゃうっていうことですね そういった不都合性が生じちゃうので、まあ、この法定値要件を成立させることによってそういった不都合性を回避していくんだということですね。ということでじゃ実際にですねこの要件に一つ一つ当てはめてほしいんですけど先ほどのこの問題ですね。ということでではどうでしょうかまずじゃ丸一から要件ちょっと当てはめてもらえますかね。はい、えーっと 問題文に A 所有の高土地の上に C 所有の平建物が存在と書いてあるので、うんはい、要件1は丸だと思いますはい素晴らしいですねその通りですちょっとこちらでもまとめているので一応見ていくと、まあ、A 所有の高土地の上には C 所有の平建,建物が存在しているという問題文の事情がありますよねでその上で A は事故の債務の担保として、高土地に定等権を設定しているので、定等権設定時に、ですねこの土地の上に建物が存在しているわけですね。なので、この1の要件を満たすわけですよ。では、次、2の要件をじゃあ、お願いします。満たしているかどうか。えと、満たしている。 満たしてる、えっとはい、じゃあちょっと説明していただけますかね A 所有の高土地で、はい、えっとその後 A が平建物を買い受けたって書いてあるのでうん、うん、そうですね C から買い受けてますねってことは今 A 所有の土地の上に、うん、えっと A の A 所有の建物が建ってるので同一、うんうん、の所有者確かに あのそこだけ見るとその通りなんですよね今見て、今のこの問題文の事情だけでいくと、確かに、所有の土地の上に、A、所有の建物が建っているんですけど、先ほどちょっと確認したように、この土地と建物が同一の所有者に属しているというのは、いつの時期かというところなんですよね、これが本物の大きなポイントで、ではですね、ちょっと回答していただきましょうか。 そうそうなんですね、で実際これ本門はどうですかね本門だと、その定当権設定時には、A、高、えー、土地は A 所有であり、えー、建物は C 所有なので別、別、え、のー、要件2の同一の所有者という要件は満たさないと思いますその通りですね、まあ、ちょっと要件のところからもう一度確認していくと、この丸2ですよね。 あくまでもこの土地と建物が同一の所有者に属するというのは、定等権設定時の話なんですねなので、本問においてもですね、これ、先ほど回答していただいたように、確かに、これ、C から A がですね、閉建物を買い受けているんですけど、これ、あくまでも、定等権設定後の話なんですよね。 だから、定当権設定後においては、ですね都市と建物の所有者が同一になっているんですけれども、定当権設定時においては、都市と建物の所有者があ別,別だと、異なっているということで、これ、丸二の要件を満たさないということなんですね。なので、まあ、法定地条件が成立しないということですね。ということで、これ、問題としてはですね、あの、 こちらですね。間違っていると。誤っているということなんですね。いかがでしょうか。何かご質問等ありますかね結構、民法大変ですね。<laughs> そう、民法は、やっぱり最初、慣れるまではですね、すごく大変だと思うんですけれども、でも逆に民法は、あの行政法と違って、結構理解を伴った記憶ができるんですよね。今の話もももそそ法定地条件って何で 必要なのかなっていうところから、その趣旨から考えていくと、理解がですね、より定着していくというところですね。最初は結構時間がかかるんですけど、逆に理解してしまえば民法は得意科目になり得るところなので、こういったゼミを活用することによってですね、しっかりとその民法に関する部分ですね、得意分野にしていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。頑張ります、はい <laughs> 頑張って。一緒に頑張っていきましょう。 すごいい答えてる人いたからか <laughs> そうあのこのゼミはやっぱりどうしても双方向なので特にまあライブで受講されたりするとあれなんですよねやっぱ自分全然答えられないのに周りの人はすごい答えてるとかそういったことでですね焦ったりすることもあると思うんですけどでもそれも含めてのゼミなんですよね逆に言えばまあその焦りがですね日々の勉強をする強制的な機会にもなりますし一番大事なことっていうのは本試験でしっかりと180点を取ることなので。 今答えられななくても全然構わないんですよあの私も受験生時代は本当にこういったゼミに参加しても本当にとんちんンな答えばっかりしてたので何て言うかな答えられない方の気持ちよくわかるんですけど、まあ、確かに答えられないその時はすごく恥ずかしいんですけどでも逆にやっぱその答えられなかったっていうことが自分の中で記憶にすごく定着するのでそこの部分ってもう二度と忘れないんですよねだそういった意味でもゼミっていうのはすごく有効なので是非、まあ、ですね活用して、えー、合格へ近づいていただければと思います 大丈夫そうですかね。はい、それではですね、今回のゼミ終わります。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。まあ実際のゼミですね、あのような形で進めていくんですね。まあ記述式なり卓別式なりですね、実際の過去問を使って で私たち講師陣からですね皆さんの方に問いかけていくと,いいくとでそれについてですね皆さんに回答していただくという形ですねなのでまあ,あの皆さんもちろんあの勉強の復習として実際でご自身でですねあの過去問解いていると思うんですけどやっぱりあの回答は分かるんだけれども回答への道筋ですよねこれが正しいのかどうか分からないとかあそういった部分不安を抱えている方が多いと思うのでこのゼミをですね使うことによってそういう部分を解消していただければと思います。 ということで最後ですね、こちら、ゼミを取るメリットをですね、確認していきましょう。まずはですね、今あ、ご覧いただいた動画のようにですね、法的三段論法を意識した思考手順を確認、一緒に確認していくわけですね。私たち公知人と一緒に確認していくと。で、それをすることによって、正しい問題演習のやり方を身につけていくんだということですね。 ただ単に問題から回答を導き出すんじゃなくて、正しい問題演習のやり方ですね。これを身につけていくということです。で、それとともに、普段の学習の方向性のズレですね。これを修正することができるということですね。 冒頭でも少しお伝えしましたけどやっぱり一人で復習していると、まあ、私もあの受験生時代にですねすごく経験があるんですけどなんか方向性はこれ正しいのかなっていうところですねすごくあの不安になってしまうところがあ,るあったのでそういったずれを修正できるんだということですね、まあ、まとめるとこちらですねゼミをを活用すするここことととににより合格への正しいいい学習方法を身につけていこうというところですよろしいでしょうかね まあ本試験についてはですね、正しい学習方法でしっかりと勉強していけばあ合格ですね、必ず近づくものなので、この合格ゼミを使うことによってですね、えー、皆さんがですね、合格の正しい学習方法ですね、これが身につけられるというところをですね、私たちも意識して、このゼミやっていくので、もしご興味ある方はですね、検討していただければと思います。はい。それではですね、今回の動画終わります。お疲れ様でした。